皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、それではゼルダのデス・ストキのオカリナ実況プレイパート21やっていきます。まあストーリー攻略していきたいんですけれども、その前にちょっと炎の神殿の取り逃したアイテムを回収しに行きたいと思います。どこだろうな。もうどうもね、この炎の神殿やるとだいたいコンパスとダンジョンマップどっちか取り逃すんだよね。でと、これで登った方が早い。あれ一応押さなきゃいけないんだもんな。届かねえし。あるじゃない。そうか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 。不気味だから。痛いよ。はい。で、よし、スタ
伝えるっていうのは OK。 だからこれちっちゃくね。シビア間に合ったけど、でっかいルピー、よかった取り逃さなくて。いや取り逃してたんだけど、取り逃してきたんだけどね。でこの下は何ですか。あっ、ここか。ユーリさん、ここ早かったかな。飛び降りるはいいけど、思いもよらないところまで落ちてしまいそうな気もするけど。どの場合だ。こうか。あ、真ん中に落ちるんだ。で、一応コンパスも回収しておきたい。取り残し、取り残しだと気持ち悪いんで。いけるか。 OK。 そこか。一番最後に回収するのがコンパスっていうのもおかしいけどね。はい、コンパスととないよね。よし、 OK。 で、一度子供時代に戻って、でちょっとまだデスマウンテンに用があるので、まあカットしましょうか。はい、ということでデスマウンテン加工にやってまいりました。でここに来る途中、まあここにはまあ見ての通り笛吹いてきたんですけど、ここに来る前にドドームの洞窟の手前にあったこの、なんだ、柔らかいところに豆一個だけ出てきました。ここのガルシラも回収して、でここにも豆植えときます。はい、 OK。 あれ、これ動かすんだっけ。はい、では大人時代に戻ってからもう一回ここに行きます。カット。はい、戻ってまいりました。でこいつに乗って、ここだ。見えない見えない見えない。はいはい、かけら回収ですね。かけらの回収も結構順調に進んでて、あと何個くらいかな。もう3つはボスで取るでしょ、上のハトね。だからあと7つか。
で、このメガトンハンマーならこういう石も 100% かな。早速穴関係ない。この切り返しの速さね、切り返し違う、逃げ足の速さ、はい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 、大妖精の泉来たー。あ、はいと、やつが現れる。魔力が強化された。ほい、なんと魔力が2倍になりました。え、リンクの後ろに何か見えたって、気のせいじゃないですか。いいんです、精神的ダメージを受けるのは俺一人で十分だ。はいはい、から出れば、デスマウント。でっか。オラの弟が店を開いた頃、中五郎の刃物店。けど、刃物作りはオラの方がうまい頃。入り屋の大工さんが褒めてくれた頃、ほんと頃。でっかでっか。わっ、落ちる。すんげえ飛んできたな。ドン。あれ、やったっけか、やったじゃなかった。あ、来た。振動倒れるっていう。で、どこだっけな、ここか。いた。で、次がどこだっけ。よいしょ、もう一箇所。はい、OK。デスマウンテン OK。集まってきたよ。お、ハイレコハンがまだ。あ、そうか。城下町もまだ。城下町まだ？どうだっけ？あ、子供時代に戻ってから取らなきゃいけないところがあったっけか。まあ、その会社は後でやろう。ではゾーラ川でーす。スタルチュラの回収もしたいから夜の状態で行動したいな。いた。届く？よし。
すんごい敵出てくるけど、無視無視。どっかにいるのか、どこだ、左で、左で、左やべやべ、え、届かない、ごめん、おっしゃ、取れた、やった、氷が、なんなんだこれ、超寒そう、うわちょっとそのお出迎えはテンション高すぎるぜ。から届くのかな、いける、結構ギリギリじゃない、OK、これでゾーラの里も OK、 あ、まだ泉の部分があるのか、いや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 、なんだこの赤い氷、落ちた、ダクソメが、ダメだこれ、ゾーラの泉、超寒そう、おおおおおお、そしてあれ取りに行きたい、はい、落ちる落ちる落ちる、滑る、落ちたー、よしよし、こういうの苦手、はい、よいしょ、なぜ飛ばない、さすがにこれはグダグダすぎだぞ、よし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 、よいしょ、
確かこっからは登れないんだよな。登れないようになってる。こういうのほんと嫌い。登れねえし。こうでよし、着いた。やっと着いた。氷の洞窟。いやー、ここやりたかったけどな。ちょっと時間中途半端になっちゃった。すいません、ちょっと下りすぎました。ここの攻略はまた次回やっていきますんで、よろしくお願いします。というわけで、セイラさんのネスト時のオカリナ実況プレイパート21はここまでにさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てきれなー。ヘッキ。